越権に関することはあらかたお伝えしましたが、何か質問はありますか？いや、大丈夫だ。感謝する。私は白露様にお仕えするただの侍女に過ぎませんので、そうかしこまる必要はありません。ところで、無理を承知で炭鉱様にお願いがあるのですが。言ってくれ。その前に、こちらの方は？私は炭鉱様に話がありますので、関係のない方はお引き取りください。彼女は俺の親友で、証人になってもらうために呼んだんだ。彼女も俺の一部だと思って、はっきり要求を言ってもらって構わない。では率直に申し上げますが、白露様に会わないでいただきたいのです。どうか最後まで話を聞いてください。何も理不尽に拒否しているわけではありません。すでにご存知かもしれませんが、白露様が龍尊になった過程は通常とは異なる上に、本人が望んだことでもなく、先代の龍尊である丹風様が独断で決められたことなのです。彼の傲慢と凶暴がラフの龍尊の伝承を途絶えさせたと言えるでしょう。龍士たちは炭鉱様が戻ってきたことを知り、すぐには吉凶を判断することができませんでした。しかし、誰もがラフの龍尊の伝承が戻り、再び統一されるのは喜ばしいことだと考えています。一族の規則に基づいて他の有能な方を選ぶにしても、あなたが再び元の地位につくにしても、全てを円満に収める余地はありますが、炭鉱様が全てを白露様に引き継いだとなれば、きっと大きな騒ぎになるでしょう。それは白露様にとって決して良いこととは言えません。こうした大事なことは龍士たちが決めますので、私には見当もつきません。私は12年前に彼女の侍女に選ばれ、毎日医学の勉強や訓練に付き添い、彼女が逃げ出したり、悔しくも捕まえられ連れ戻されたりするところを見てきました。泉州の常識で言えば、彼女くらいの年齢の子供は皆楽しくのびのびと毎日を過ごすものですが、龍尊の肩書きを持つ白露様は行動を制限され、少しの自由もありません。私、とても見ていられなくて。それでこうして炭鉱様にお願いしているというわけです。白露様は若く見識も浅いため、他人に影響されやすい。なので、何らかの目的を持った者に圧力をかけられた場合、自分が責任を負えると思い込んでしまう恐れがあります。お前の考えはよくわかった。だが、今すぐに結論を出すことはできない。わかりました。それでは私は先に失礼します。炭鉱様、白露様に会いに行くにしても、私と一緒に龍士たちに会いに行くにしても、私は林苑郷の渡し場であなたをお待ちしております。まだ白露に会えていないというのに引き下がるよう言われるとは。必要ない。
美月がいる以上隠し通せるものでもないだろう。お前は俺がラフの寿命族の後裔だということを知っている。そして林縁郷で俺の隠された力も目の当たりにした。だがあの力は俺のものではなく、俺の前世であるタンフーのものだ。タンフーは勝手にリュウソンの伝承を変え、大きな災いを引き起こし、最終的には脱輪の刑に処された。寿命族の転生の断りをもとに考えれば、俺は完全に新しい個体であるはずだ。そして法によれば、前世の罪業は帳消しにすべきだとされている。まあ実際には転生した時から優秀国に拘留されていたが、釈放され泉州を離れた後もリュウソンの過去とタンフーの敵が影のようについて回っていた。俺は過去を取り戻したいと思っている。剣木の封印の修復と引き換えにリュウソンに謁見して何かできることがないか見てみるつもりだ。精査の準備ができた。行くぞ。